こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、スズキのワゴン R をお持ちの皆様に大切なお知らせがあります。これはですね、そのスズキから直接来たレターなんですけども、なんとね、リコールがありますよ。ご愛車のリコールに関するお詫びとご案内ということで、我が家にも来てしまいました。リコールの内容、不具合の内容、作業の内容っていうふうに説明があって、だいたい3時間ぐらいの修理が必要だそうなんですけども、2点目でお客様のお願いとしてですね、本来ならば速やかにリコールの対応させていただくところなんですが、リコール作業の内容は法定2年点検、まあもうちょっと書いてるんですけども、要するに一気に来られても対応できないから、ね、お客様のところ、私のところはちょっと待ってくださいよってことも書いてます。皆様もね、お手元の書類をご確認いただくことと、スズキのワゴン R をお持ちの方はですね、これ同じ通知が来てると思いますので、いつ修理に持っていけばいいのか、どこに修理に持っていけばいいのか、リコールはどのようにしていくのか、この1枚の紙で送られてきますので確認してみてください。まあなんかね、車って言えばリコールがつきものみたいになってきましたね。あのかのレクサスもリコールが結構初期の頃多かったと聞いてますしね。こういったリコールをつつくんではなくて、こういうことを繰り返してもっともっといい車ができてね、安全運転できるようになるというふうに信じて、きっちりとリコール出していきましょう。それでは皆さん、また会いましょう。